皆さんこんにちは、スウェレックです。謎おじです。今回はいつぶりかわからない実写会です。私の記憶では2年半ぶりですかな。いや、謎おじってキャラクターができたのは1年半前なのになんで知ってるんだよ。そういうところも含めて、謎おじなのです。なんだこのおっさん。というわけで本題に入りましょう。中国の大手通販サイト、アリエクスプレスで購入したのはこちらの品。ドイツの勲章、鉄十字勲章です。お値段なんと驚異の527円。アマゾンでは3000円以上するので、さすが中華といったところです。では早速本体を見ていきましょう。表には下に1813と書かれています。これはナポレオン戦争の時にプロイセン王国が制定した最初の鉄十字勲章、1813年章のレプリカなんでしょう。おそらくこれは2級鉄十字章です。帯の形的にこんな感じで胸につけるやつですね。帯は黒、白、赤。ドイツ帝国の色だね。帯の材質は安っぽいです。デフォルトで付いていた安全ピンは使いづらかったので、100均の安全ピンに換装しました。これでもう指を突っ刺すことはないわけだ。何回も突っ刺した割には、幸運にも出血はしなかったけどな。実はこの勲章には隠された機能があるんですよね。なんとリバーシブルになっていて、裏は1939年章となっています。ノースレンは映してはいけないマークが映り込んでいるんですが、まあモザイクかけたら大丈夫でしょ。ちなみに1939年章は第二次世界大戦勃発に合わせて例の飛び火が再度制定した勲章だね。ちなみに意外と質感はいいですね。本物の勲章を触ったことがないので何とも言えませんが、プラスチックではなさそうです。商品紹介ページには合金製と書いているんだが、果たして信用していいのだろうか。まあ触った感じは合金ですけどね。というわけで今回は以上です。500円と安価なのでかなりおすすめできます。では、また。